ウクライナ東部ドンバス地方ドネツク州でウクライナ軍とロシア軍との間で激しい攻防戦が続いているバフムートにおいて、先月にバフムートの北東にあり巨大な岩塩港で有名なソレダルを攻略したロシア軍はさらにじわじわと前進しているみたいだよ。ソレダルの西にあるブラホダットネを制圧したとする画像や動画を SNS に投稿し、それによってバフムートと北方のペレズイネなどを結ぶ幹線道路 T513 に到達して分断したとみられ、さらにバフムート近郊北部にあるグラスナホラからその西のベルヒフカに進出しようとしているようだな。ロシア軍がバフムートからスラビャンスクにつながる幹線道路 M3 の遮断を狙っている可能性も指摘されているよね。さて今回は、バフムートにおいてロシア軍の攻勢が強まっていることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。バフムート市内の市街戦も市内東側を南北に流れるバフムト深川までロシア軍が到達したとの情報もあり、ウクライナ軍がじわじわと追い込まれている様相を呈しているよ。さらにバフムート近郊の南西にあるイワニフスキー近くにロシア軍部隊が前進している画像などがあり、これに対してはウクライナ軍参謀本部がイワニフスキーに進出していたロシア軍部隊を撃退したとして発表していて、バフムートから南西 20km ほどにあるコンスタンチノフスカをつなぐ幹線道路 T504 から 2km と離れていない地域で、両軍による激戦が展開されている可能性が高いことが指摘されているんだ。一方で、ウクライナ軍東部方面部隊のチェレバキ報道官は1月31日、ウクライナ東部の要衝バフムートは継続してロシア軍の攻撃を受けている戦線の一つであり、ロシア軍がこれ以上侵攻することがないようにウクライナ軍があらゆる手立てを講じていると述べたな。これはチェレバキ報道官がウクライナのテレビ局とのインタビューに答えたもので、その中ではバフムートは依然としてロシア軍の主な攻撃先の一つとして攻撃が続いており、ロシア軍は榴弾砲やとロケット砲などで我々の陣地を197回攻撃し、その間に42回の歩兵による戦闘があったとした上で過去24時間で我々はロシア軍の人員に多大な損失を与え、ロシア兵277人を殺害し、258人を負傷させたと説明しているんだけど、その真偽については定かではないみたい。また、チェレバキ報道官はロシア軍によってバフムートへの補給路が遮断されているのではないか?との質問に対して、ロシア軍は我々の補給路を遮断することに成功していないとして、ウクライナ軍はその動きを妨げられないようにあらゆる手段を講じていて、我が軍が必要とする弾薬、装備、食料などあらゆる軍需物資はきちんとバフムートに供給されていると述べたよ。さらに、ロシア軍がバフムート市北部から攻撃を仕掛けているとの報道があったことについてコメントを求められたチェレバキ報道官は、ロシア軍は時折思い出したかのようにこの方面から攻撃を仕掛けてくるが、これは大規模な作戦ではない模様だと指摘し、ロシア軍はまず戦線を維持するために、そして次に優勢を取り戻すために、機動ライフル部隊や榴弾砲とロケット砲が活発に動いており、特に過去24時間においてはビロホリウカとノボセリウスクで攻撃を試みたが、我が軍に押し返されて後退したとも述べているね。バフムートにおいて攻勢をかけていたロシア軍の中心は、昨年末頃まではロシア正規軍ではなく民間軍事会社ワグネルの戦闘部隊であったが、1月31日に現地のウクライナ兵からの情報収集を行っているとされるウクライナの、アゾフ連隊の元幹部であるマキシム・ゾリン氏が明らかにしたところによると、ワグネル戦闘部隊にロシア空挺軍の部隊が合流しているというぜ。ゾリン氏による SNS のテレグラムへの投稿では、バフムート周辺地域でロシア軍として戦っているのはワグネル戦闘部隊だけではないと指摘して、以前はまずワグネルがロシア国内の刑務所から徴収した受刑者による部隊が真っ先に突撃を行い、ウクライナ軍が疲弊した後にワグネルのエリート傭兵部隊が戦闘を仕掛ける戦法をとっていたが、現在はその戦闘にロシア空挺軍部隊も参加しているとしたんだ。その際にワグネルは歩兵のみで前進していくが、空挺部隊は歩兵戦闘車や装甲兵員輸送車を運用して重装備で攻撃をかけてくると指摘しているね。
さらに、空挺部隊の兵士はワグネルの戦闘員に比べれば慎重に行動していて、死傷者の数においてワグネルよりもかなり少ないとしたよ。このことを報じた CNN によれば、バフムートのウクライナ軍指揮官もゾリン氏と同様の見方をしていることが多く、一時は犬猿の仲と見られ全く連絡を取っていないとされていたワグネル戦闘部隊とロシア正規軍の空挺軍部隊が協力体制をとって、空挺部隊がワグネルを支援しているのではないかとの見方が広がっているんだ。厄介な存在同士が手を組んだってわけだね。ウクライナにしてみれば嬉しくない情報だろうね。このことがロシア軍の戦術が変わったことを表しているのであれば、ロシア側はまずワグネルの囚人部隊が存在を顧みることなくウクライナ軍陣地に突撃して、ウクライナ軍の不陣状況が判明した時点でワグネルの戦闘部隊が攻撃を仕掛け、ウクライナ軍部隊が必死に反撃しているところを、歩兵戦闘車や装甲兵員輸送車などの装備を有する空挺部隊が叩くといった戦法をとっていると見られ、囚人部隊などに相当数の犠牲が出るとしつつも、ウクライナ軍が目的地を制圧できる可能性が高くなると指摘されているよ。いずれにしても、2023年になってからは次々に、西側諸国からの戦車歩兵戦闘車装甲兵員輸送車など、ウクライナのゼレンスキー大統領が切望していた最新の兵器の供与が発表されているものの、それらが最前線に配備されるのはまだ2から3ヶ月先のことであり、それまでの間ウクライナ軍は現有戦力でロシア軍の侵攻を食い止めなくてはならないからな。そのためには人口で圧倒的に差をつけられているウクライナとしては、兵力の損耗をできるだけ抑えなければならず、現在のバフムートのような消耗戦は避けたいところだと思うぜ。このことについてアメリカと西側諸国の当局者らはウクライナに対し、今後の戦闘の焦点は数ヶ月にわたって激戦が続いているものの、戦略的な価値が低いバフムートから南部のザポリージャ州やヘルソン州に移し、南部での反転攻勢を優先させるべきとして強く主張していて、その際にはこれまでの戦術も大きく変更して、西側諸国から供与される戦闘車両を有効に活用する戦術に転換すべきとしているね。この先、春にかけてさらに激しい戦闘が見込まれている現在、ウクライナ軍にとって戦術面での好機が訪れているとしてアメリカや西側諸国の当局者らが指摘しており、ウクライナにとって戦略的重要性が低いバフムートでの消耗を避けて、クリミア半島の奪還を視野に入れた南部戦線での反攻計画の策定に注力するよう促しているみたい。1月中旬には首都キーウにおいて、ゼレンスキー大統領にアメリカのファイナー大統領副補佐官、シャーマン国務副長官、カール政策担当国防次官が面談し、今後のウクライナ軍の戦術変更を支援したいと提言したことが伝えられているよ。3人の高官は、バフムートにおける消耗戦から離脱して、西側諸国から提供される新型主力戦車や装甲車両によって新たな機構部隊を編成した上で、それら部隊を機動作戦に基づいて展開させる戦闘形態に照準を合わせるべきとするアメリカ側の考えを示唆したとみられているね。しかしながらゼレンスキー大統領においては、バフムートではウクライナ軍が勇敢に抵抗を続けているとして依然として撤退するつもりはないとされ、さらにバフムートを持ちこたえることができればドンバス地方全域を奪還するチャンスが広がるとの考えを持つとみられているぜ。さらに、ロシアがバフムートを制圧して勝利宣言をすることでさらなる前進の機会を与え、戦術的に重要なスラビャンスクやクラマトルスクといった、これまでウクライナの支配下にあった要衝が危機に陥る可能性を懸念しているとされ、政治的に重要なシンボル化しているバフムートを放棄できるかはわからないとの見方が広がっているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。